はい、皆さんこんにちは。エベリッツの佐藤です。前回ちょっとお話をしたように、担当さえなんとかなれば、担当いい点数を取れるならば、最初でできるんだって話を申し上げました。じゃあね、具体的にどうやったら担当っていい点数を取れるんだろうか、配得点ですね、取れるんだろうかって言ったらですね、受かればいいだけではこれもちろんダメなんですね。で、39はこれ、正直ならば、まだまだっていう感じですね。8割取って初めて合格者で昔やりました。でも書いてあるように修士試験は8割がボーダーでした。それも5択ではないです。6択だったんですね。回答がありませんとなったんです。0、1、2、3、4、5ってあって、0が回答がないとなったんだよね。いわゆるなら全て個数問題ってことになるんでしょうか。でこれで一応ボーダーが8割だったわけです。結構厳しいでしょう、ね、今8割で取れるって地ありますかというと多分ないと思うんですね。でさらに0回があったっていうのは昔でありますので難しいですよね、そこはね。で、じゃあどうやって我々は受かってきたんだろうかってのがあります。で、これいくつかポイントがありまして、まず1つ目、ここね、まず論文的に解くんだといつも言っております。ここ、ね、じゃあどうやって論文的に解けるようになるんでしょうか。でまずこういう問題集がありますよね。問題集見てパッと問題見ます。で、この問題見た時にこれ思い浮かびますかね。大ハーブ、なぜ試験員はこんな問題を聞いてきたのかっていう観点ですね。ってことは常に全部やってもらいたいんですよ。これができるんならばどうなるか、多分論文って対話ができるはずなんですね。でこれ一応高得点の秘密になりますよね。まずはこれが一点、あと解法ですよね。でこれが予備校のところの解答でもそうなんだけど、何条何項にこう書いてあるから丸って全部書いてあるんですね。正しい、確かに。じゃあ先生って覚えてるんですかと。覚えていないから。でも当時は50点満点で、40数点取って当然受かってるわけですね。で試験時間が3時間でやって、自分の場合は1点数時間でこれ本試験終わってるはずです。で機械としてもう多分やっていたんでしょうね。でもね、じゃどうなったらこうできるか、別に序文覚えていてやっていたわけではないんですよ。当然こうなの当たり前でしょってなるんですね。これを許容性と言ってきます。だから序文その句って皆さんやりますよね。本当にやってるんでしょうかね。所得、何をこれ所得ってやってるんでしょうか。一番いいか、高まず覚えること。確かに昔とかね、数年前の口実は相当だでしょう。でも意味が全くないわけですよ。でそうじゃなくって、なんでそうなるかっていう観点ね。で私はこれで解いてました。当然こうなるに決まってると。だから多分条文なく分かんなくったってそうなるんだ。全て合ってるんですね。でまずそうなってもらいたい。で所属は変な意味でやってもあまり意味が全くありませんから、できるんだったら3年以上でしょうね、まあ、そこからだったら意味があるかもしれません。でこれは2つ目、あともう2点が書いたかな。まずこれがポイントになるかな。でこの2つ目は1問から関連事項を想起するという勉強です。あるできると書いてあるんだったら、なぜそうなってるか、じゃあ五条関係であるならば主体はどうなってるか、じゃあその五条関係の主体ってどういう場面についてできると言ってしていくかって決めてくるんだろうか、どんな手続きについて書いてあるんだろうか、全て分かっていないとダメなんですね。であと連関関係で、じゃあ4条だったらどうなるか、でなんて違うことになってるか、これ全てパッと連関できないとダメなわけですよ。でこれって自分でできるんでしょうか。できますよ。でもできないっていうんだったら、これここに書きたいようにそこらですっていうメソッドに従って、昔ゼミを私受けていたんですね。だから分かるようになったんです。この観点でつながるっていうイメージですかね。1問やって10問10問やって100問と解けるようになるならば強いわけですよ。でそうしないと全て1年目終わった後も2年目の講座を受けてって多分やることになるんでしょ。忘れちゃいますよ、そんなことやっていたら。でそうではないから、僕はね、1問やって10問10問やって100問、半年も同じね、言葉一つ一つ覚えなかったって分かりますから、ちゃんと理解していればね、そういう勉強をやってもらいたいというのは2つ目ですね。あと、そうですね、これ3つ目がそこぐらいですね。あと4つ目、これ一応ポイント。今、レック含めて全部体系別でしょとか思って。で、体系別は解けるんですよ。でもある程度パターンが決まっていて、ずっとそこやりますよね。だからなんとなく丸バツで切れるんですね。パッといきますから。でもね、これ年度別に変えてみてください。5、6点違いますよ。
だって特に頭になってないところについて急に消えてくるわけね。であるいは肉の身になってないところについて急に消えてくるわけですよ。でその時に頭切り替えて溶けますかね。多分溶けないんですよ。だからいつも1点2点足りないという人がいるわけで、多分そういう方はやった方がいいですよ。でこれ昔はやっていました。で体験は昔は数冊私やりましたからね。でそれと粘土水についても数冊やっていました。なぜか、ね、当時は問題非公開、回答非公開だったんでやるしかないんですよ。どのもヘビコロネスが正しいかって見解と違っていたんで全てやっていたんですね。だから学問については10年分について多分30回ぐらい年間やってました。で言ってみたらそうなれば機械になるわけね。パッともう旧学問出るならば多分満点取れるはずなんですよ。でそうなってもらえない。でそうなると多分担当高得点取れて論文につながるっていうことで勉強になるはずなんです。でこれができるようになるためにはそこでですってメソッドを使って道場をやろうかなと思ってるんですね。で自分がどのくらいできるか分かんないありますよね。でこういう方はぜひ来てもらってもいいのかなと思っております。